はい、ということでね、WCCF のメインデッキを作りました。まあ、スペインですね。まあ、いろいろね、どこキラにするかとか考えたんだけど、まあ、一応とりあえずこれでいこうかなと思います。まあ、フォワード、フェルナンド・トーレスと、まあ、ビジャ。イニエスタ、これ EMVP にしたいっすね。手に入らないんで、こっちにしてます。で、シャビ。本当はこう黒でもいいかなと思ってて、このセスク、これキラにして、シャビを黒にしようかなと思ってたりもしてます。ちょっとここは今、とりあえずこれで。で、シャビアロンソ。で、ディフェンスに、右からセルヒオ・ラモス、プジョル、ピケ。で、ジョルディ・アルバ。まあね、でキーパーなんだけど、キーパーはカシージャスにしようかなと思ったんですけど、まあちょっと白を1枚も使わないっていうのもなんかあんまり俺のチームではやらないことなので、まあ降臨持ちということもあるんで、まあデヘアに任せようと思いました。で控えがボージャン、セルヒオなんだっけ、カナレスだっけ、セルヒオカナレスで、グッティで、ラウル・アルビオルで、なんだっけ、オレゲールか、オレゲール、これでね、ちょっととりあえずはやってみようと思います。で、まぁ、ちょっと決定力というか、セスク、まぁ、セスクが前なんだけど、セスクをキラーにしようかなと思ったら、シャビを黒にしようかなと思ってます。で、ビジャは、まあ、これミドルシュート重視なんで、こっちをね、とりあえず使いたい。まあ、10、11の方も持ってんだけど、とりあえずはこっちのビジャでいきたいと思います。で、イニエスタ EMVP を今希望してるんで、もし持ってる人いたら、トレードよろしくお願いします。そちらも見てくれてありがとうございます。